おとぎ活劇マメダのバケルオラクル斎太郎の災難バケルアクション編。マメダのバケルではシンプルな操作で爽快なアクションを楽しむことができます。この動画ではバケルの基本的なアクションをご紹介します。秘宝腹太鼓。叩くことで悪しき者の邪気を払えるとされるタヌキ族に伝わる秘宝腹太鼓。バケルはこの不思議な太鼓を使いあらゆる敵に立ち向かっていきます。攻撃アクション。バケルはバチを打つことで敵を攻撃することができます。ここではバチの打ち方すなわち攻撃アクションの内容と操作方法の説明を行います。まずは基本的な打ち方の片手打ち。攻撃力は低いですが隙が少なく連続して打つことができます。右打ち、左打ち、このように左右のバチを打ち分けられるのが攻撃の基本的な操作となります。次は右打ちと左打ちを同時に行うことで出せる強い打ち方の両手打ち。強力な攻撃ですが片手打ちに比べて隙が大きく連続して打つことにはやや不向きです。右、左、両手の打ち方を組み合わせることで簡単にコンビネーションを出すこともできます。さらにボタンの長押しでため打ちをすることができます。ため打ちは広範囲の攻撃となり複数の敵に一度にダメージを与えることができます。その他にもダッシュやジャンプと組み合わせることでより効果的な攻撃を繰り出すこともできます。また打つアクションは攻撃以外にもギミックを操作したり扉を開いたりするときにも使用します。それぞれの打ち方に特性はありますが決まったルールはありませんので太鼓を叩くように自由な組み合わせでプレイすることができます。防御アクション。敵からの攻撃は背中に背負った太鼓で防御することができます。防御をうまく使いこなすことで戦いの幅も広がります。太鼓ガード。太鼓でガードすることで敵の攻撃を防ぐことができます。ガード中は向きを変えたり移動することもできますので敵の攻撃の方向に合わせて調整することもできます。ただし敵の攻撃をガードし続けてしまうと太鼓が壊れてしまうこともあるのでご注意を。壊れた太鼓は一定時間で治りますが太鼓が壊れている間はガードができなくなりますので用心してください。ジャストガード。敵の攻撃をタイミングよくガードすることで敵を気絶させたり攻撃を弾き返したりすることができます。うまく引きつけてガード。敵が密集したところでジャストガードすると周囲の敵を一気にひるませることもできます。ドッジロール。ガード以外にも転がることで敵の攻撃を避けることができます。ジャスト回避。敵の攻撃をタイミングよく避けることで特殊な回避アクションができます。避けた瞬間に一気に敵との間合いを取ることができます。ジャスト回避カウンター。ジャスト回避後に攻撃ボタンを入力することで素早くカウンター攻撃をすることができます。ちょっと難しいですが決まるとかっこいいテクニックです。防御と回避をうまく使い分けながら敵の攻撃に対処していきましょう。また回避と攻撃を組み合わせることでかっこいいアクションもできますのでチャレンジしてみてください。アスレチックアクション。日本各地の難所やギミックを攻略していくためのアスレチックアクションのご紹介。ダッシュ。急いで進め。ダッシュギミックに乗るとさらに加速。ジャンプ。落ちないように慎重に。側転。
アクロバティックなジャンプで華麗に避けたり、捕まり移動、危険な地形を綱渡り、泳ぐ、激しい水流の水柱を泳ぐこともできます。地形や様々なギミックに合わせたアクションを使いこなしながら進んでいきましょう。ここまでアケルの基本的なアクションをご紹介しました。シンプルな操作で誰もが多彩なアクションを楽しめる。バケルと共におとぎの世界で大活劇を繰り広げよう。おとぎ活劇、マメダのバケル、オラクル斎太郎の災難、任天堂スイッチで2023年11月30日発売。